こんにちは、やひろです。今回は、僕が2ヶ月に1回ぐらい、定期的に見てるお客様の、ご紹介をしようと思います。なんで今回は、このご紹介をしようかと思ったかっていうと、この方はですね、もともと、フォアハンドがウエスタングリップだったかな。で、バックハンドは、スライスメインで、戦うスタイルなんですけども、そこからイップスに陥ってですね、フォアハンドがイップスに陥って、すべて振れなくなってしまって、そこからもうコンチネンタルグリップで合わせることしかできない。なんで実質コンチネンタルグリップと言いつつも、もうスライスがメインになってしまって、フォアもバックもスライスしか打てないっていう状態で、もうどうにかしたい。ということで、レッスンに来ていただきました。で、この試合はですね、スライスを禁止にして、スピンだけ。で、試合って言っても、その勝ち負けはこだわらなくていいので、とにかく、なんすね、スピンを打つというか、別にその、一面の中でこう、戦ってはいるんですけど、お互い別に戦ってないというか、わかりますかね。はい、とにかくスライス禁止プラス、練習した体の動きっていうのを試合の中で、やる練習、なのでお互いがこうエースを狙いに行くとかではなく、丁寧に一面で動きながら、ラリーしてるみたいな、そんな感じです。結局ですね、そのフォアバックも全部スライスしか打てないっていう状態から、今回で4回目ぐらいかな4回目ぐらい見てるんですけども、その中でまずはなんですね、しっかり振り切るというか、手先をある程度固定して肩をしっかり使って振り切りながら、丁寧にまずはボールを打てるように、よくボールをこう乗せて運ぶようにっていう人は多いと思うんですけども、まさにそういう感じで、ボールとラケットが乗っかっている感触っていうのを丁寧に感じながら、自分の体の動き、フォームを、意識してやっていただいてます、ね。僕もどっちかといったら、この方の、なんていうかな、フォアもバックも、なるべく分かりづらいように、打ち分けつつ、試合兼打球練習、フォーム練習みたいな感じで、やっていただいてます。皆さんも実際に、自分がこう打ち方を変えていく中で、球出しとかはできるんだけど、ラリーになると難しいなとか、ラリーではできるんだけど、試合になると難しいなっていう方いると思うんですよね。で、この方も一番最初は、球出しではできるけど、ラリーではできない。もちろん最初は、球出しもできなかったんですけども、球出しができなかった。球出しでも自分の打ち方を変えてやることはできなかった。そこから、球出しでは打ち方を変えてできるようになった。で、そこから、ミニラリーだったり、ゆったりのラリーでは、やっとこうできるようになってきて、今その中でもさらに、打ち方は細かいところ伝えてはいるんですけども、それにプラスして、この方は、試合でも戦いたいっていうことで、試合で戦えるようにするためには結局試合でその打ち方を練習する必要があるよねってことで、もちろんフォア、バックそれぞれ、打ち方を丁寧に練習したんですけども、少々崩れてもいいから、試合の中で練習していきましょうってことで、やっております。特にそのイップスっていう、イップスって知らない方いると思うんですけど、僕も実際に陥った精神、スポーツの、精神的病気みたいな感じで、野球の選手が、のピッチャーがこう、今まで普通に投げれたのに、投げようとすると、腕が固まってしまって、痙攣したりするような、僕自身がなったイップスっていうのは、最初バックハンドで、両手バックハンドで陥って、僕がなった時はミニラリーがまずできなくなって、ミニラリーしようとすると、なんていうかな、優しく打とうすればネット下段で、ちょっとしっかり振り切ろうと思ったらぶっとみたいな、でベースライン同士でじゃあラリーしようかってなった時に、優しく打つとネットに届かない、でごめん振り切るねって言って、ちょっと振り切ったら、
まあ、この今戦ってるコートでいうとこの後ろにあるフェンスに直撃するような、そんな感じでもうわけわからなかったですよね。で自分が打ち方どうなってるかも全く分かんないし、その頃は打ち方も考えてなかったので、もう我流でやってて、まあ、自分が思う感覚の中で、まあ、なんとかやってたみたいな。でその自分のやってる感覚が崩れたので、そもそももともと意識してやってなかったから戻し方も分かんないみたいな。でそれが、バックでまずなって、僕の場合はその後サーブでもなりました。サーブはちょっと未だにちょっと名残があるというか、なんか不安になる時もあるんですけども、バックハンドはもう完全に大丈夫かなっていう感じで、でこの方はまあそれのフォアバージョン、まあ、バックハンドはもともとスピンをそもそも練習してなかったってことで、スライス、まあ、スライスがとにかく入るから、スピンは必要ないかなってことだったんですけども、まあ、試合をする中で、まあ、勝つためには、やっぱスピンは必要と思うんですよね。例えば相手が前に来た時にパッシングを打たないといけないとか、もしくはその相手が、もうスライスで分かった瞬間、この方がスライスで分かった瞬間に、あ、じゃあバック打って前行こうみたいな、そういう、プレッシャーがかからなかったり、まあ、いろんなことを考えると、まあ、バックもスピンを打った方がいいよねってことで、フォアハンドのスピンプラス、バックハンドのスピンってことで、まあ、この試合は、頑張ってやっていただいてます。この方を見て、なんていうかな、わかるかな、こうイップスになった方って本当に打てなくなるんですよね。打てないのレベルがやばくて、なんていうかな、それこそさっき僕が言った、僕も今こう普通に試合動画上げてさ、皆さん知ってると思うんですけども、今の僕のレベル見て、人によってはすごい上手いよねと思うと思うかもしれないですけども、そんな僕でもミニラリーができなくなったっていう過去があるので、そうなってしまってから直すのは大変なんですよね。でもそうなった時に直す方法が打ち方なんですよね。打ち方をこうすればいいんだ、まあ、要はこの打ち方をすればこうなる、その打ち方がこうなってしまうとこうなってしまうっていう、そのなんすかね、ミスした原因もわかるし、調子がいい時にも理由もわかるっていう状態になれば、イップスで直すことができるんですよね。もちろん最初はさっき言ったように球出しができるようになり、ラリーができるようになり、試合できるようになり、本番の試合できるようになりっていう、その段階を踏まないといけないんですけども、まずは打ち方、こうすれば大丈夫っていう一つのなんていうかな、マニュアル的なのがあればいいと思うんですよね。なんでそのマニュアルをなしに自分の感覚だけでやってる方は、あ、今日はなんか調子いいなとか、今日は悪いな、でそれがなんでいいのか、いい時は何も考えないし、悪い時になった時に、あれ普段いい時ってどうやったっけって考えるけど、そのいい時に何も考えてない方は、いい時の自分が思い出せないので、悪い時もいい時も分かんないみたいな、もうそんな感じになっちゃいます。なので必ずその打ち方を考えつつ、自分のいい時の状態と悪い時の状態っていうのを、考えることができれば、必ず上手くなるので、上手くできるので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいかなと思います。このチャンネルは80代でもできる楽で美しいテニスってことで、コンセプトにやっているので、まあ、この試合を見た時にもっと強いボール打てた方がいいだろうとか思う人もいると思うんですよね。そんなんじゃないですよね。テニスってそれだけじゃないので、体に優しくなるべく楽に、まあそうね、体に優しくて楽でコントロールできて安定できて、その中でも美しいっていうのが優先順位として高いので、ボールの強さとか、もっとこうなんていうか全力で打った方がいいんじゃないのかなみたいな、そういうのとは価値観が全く違うので、まあ、そういう風なのが好きな方は別に僕のチャンネルを見る必要がないと思うので、まあ、丁寧なテニスで楽そうだなっていう状態で、そうね、美しいテニスを覚えたいっていう方は、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。なんだかんだのこの映像はなんすね、お客様と試合をして、しかもそのお客様がこの動きを練習しつつやってる試合というのは初めて見せると思うので、まあ、参考になる方は多いんじゃないかなと思います。
ぜひそうですね、皆さんのやる気のガソリンになっていただけると嬉しいと思っていますので、ぜひ一緒に、頑張っていきましょう。まあ、そんな感じで、今回の動画は、終わらせていただきます。参考になったって方は、いいねとコメントと、チャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。2023年の目標はチャンネル登録者1万人ということで、頑張っています。皆さんにより有益な情報を届けれるように、そして、僕のお客さんも紹介しながら、こういう風になれるんだよっていうところを、参考にしていただけると嬉しいかなと思います。それではまた次の動画で、お会いしましょう。あ、毎朝4時にボイシーの更新もしていますので、ボイシーでは皆さんのコメントにお答えしたり、僕の気づきだったり、シェアしているので、そちらのフォローもよろしくお願いします。じゃあそんな感じで終わります。また次の放送でお会いしましょう。撮影許可いただいたトレモノさん、鹿児島から来ていただいてありがとうございました。またよろしくお願いします。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても予定を組んで福岡まで来て、レッスンをしてっていう時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国にはたくさん悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、まあ、そういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、分かんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。